こんにちは、小夏です。今日はですね、車中泊の後編ということで、ある料理を作ろうと思います。その料理食べるときに皆さんと、ちょっと私前編でもちょっと飲んじゃったんですけど、また乾杯ができたらなと思いますので、ご用意ください。もし、前編の動画をまだ見てないよって方は、こちらの動画を見てください。ではでは、作っていこうかなと思います。もうね、夜今ね11時ぐらいだからね眠たくなってきた。それじゃあ冷蔵庫から食材を出します。よいしょ。これとエリンギ、よし。今日作るのは内緒にしとくかな。何を作るんでしょうか。エリンギ、多分1個でいいと思うんだよな。でかいかな。ナスと、問題なのが、ニンニク。ニンニク。なんで私これさ、この料理を、まあね、名前、響きがかっこよくて、その、アヒージョのさ、アヒージョって言っちゃった。アヒージョを作るんですけど、ニンニクを入れるじゃないですか。ニンニクとオリーブオイルで、まあ、なんていうの、なんていうんだろう、アヒージョするっていうのかな。するじゃん。それを、まあ、したくて、でもね、これ車の中でニンニクやったら、もう、どうなるんだろうね。なので、もう換気はバッチリしています。はい。換気をバッチリした中で、ちゃんと、匂いを残さず、やります。切るか。とりあえず野菜を切るかな。まあ、適当に。今日もまな板を忘れた。今日は忘れた。よっ。本当に適当に。どんな風にするんだろうね。切り方なんてまあどうったっていいんだよ。繋がった全部。いやー、私が料理をすると皆さんすごく教えてくださって、それで学べるのでにしても適当だからな。シェアカップに入れとくか。よいしょ。こう切った方がいいんかな。絶対違うけど、多分こうだよね。普通は。あ、これだこれだ。よし。よいしょ。よいしょ。今、外に誰かいたぞ。
嘘、女の人の声がしたぞ。いやー待って、こんなに入らんかも、入らんかもです。ちょっとこれできるね、やめとくかな。没収、プーン、切りすぎました。これ入るんかな。よいしょ、これ1個でいいじゃん。え、おお、オーマイガー、オーマイガー、あー、これ車内じゃとかダメだって。あー、どうしよう、作るけどさ、いやこれは明日誰とも会えないから、これ誰とも会えないし、体中から匂わせることになるからね。切っとくか、こんぐらい半分に切っとくかな。ヒッ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 、オッケー、はい、じゃあ作っていこうと思います。最初にあれだよね、ニンニクをなんか炒めてグツグツしてからって感じだったと思うんだけど、そう、そう書いてあったんだよ。よっ、しゃ、で、チョコット家電をオンします。オン、オリーブオイルを入れとくか。よっ、誰かストップって言ってね。あの野菜たちが浸かるぐらいだったはず。まあ、いや、一旦こんぐらいにしとくか。少ないかも。そろそろいいかも。ニンニクが踊ってるので、お野菜を入れようと思います。よいしょ、おー、あ、絶対入らんね。しかもすごい匂い。もうこれはしばらく、これは誰も車に乗せれません。もう後続車にお迷惑をかけるほどの車の匂いになっています。なんか鷹の爪とか入れてもいいけど、まあ私は入れずにやろうかな。辛いのは苦手だからね。いいんじゃないかな。ちょっと蓋をさせてもらいます。もうそろそろいいかも。いや、わからん、熱っ。あー、もうちょっとだね。本当は蓋せんのんだけどね。塩コショウしなきゃ。はい、じゃあ開けてみようと思います。じゃーん、うわー、わー、わー、こういうものなのか。初めてだぞ。ちょっとまたよくわからんけど、塩コショウをかけて、これはコショウだ。チョコット加減はもう切っとくかな。よし、できたよ。パセリ、パセリ。
こんな感じかな。完成。わあ、美味しそう。できたできた、アヒージョです。はい、ではでは、おお、アヒージョができたので、乾杯をしようと思います。はい、今日もお疲れ様でした。乾杯。うん、ノンアルだけど美味しい。この間の動画と同じやつだけどね。じゃあいただきます。アヒージョ、もう今ニンニクをやっても鼻が麻痺しちゃってもわからん。この車内がどれぐらいのニンニクで動かされているのかわかりませんけど、いただきます。こっちに入れとこうか。よし、いただきます。熱い。うん、うん、すごいニンニクありがとうって感じの味です。おいしいおいしい。美味しい。本当はマッシュルームとナスでやろうと思ったんですけど、マッシュルームがちょっとお店をはしごしても売れてなくて、エリンギにしました。ニンニクの切ったやつはすごい美味しい。あと何回もできるね。うん、あー、なんかこんな感じのネギのやつは一回だけやったことがあるんですけど、ただただオリーブオイルで、あのさっきみたいにやっただけのネギバージョンをやったことあるけど、こんなにおしゃれな味にならんかった気がするけど、今回のめっちゃ美味しいです。ネギのやつも美味しかったけどね。うん、じゃがいもでもやりたいね。美味しい。余った食材まだあるけん、また食べよう。持って帰って食べるかな。もうない。はあ、うん、あとちょっとしかない。これ美味しかったですよ。朝日のなんかノンアルジュースみたいなんだけど、うん、カシスオレンジのジュースみたいな感じ。美味しかったです。うん、もうね、今何時かな、23時54分と書いてあります。なのでもう寝る準備をしようと思います。ごちそうさまでした。はい、ご飯も終わって着替えて、寝ようと思います。今日も遅いので、はい、寝ようと思います。今あの車中泊のマットをダーッと今モンフォームさんのやつ、あの分厚いやつ引いてるので、これ1枚で寝ようと思います。ちなみに掛け布団とかは忘れたので持ってきてないです。ゴローンとして寝て感じだね。うん、はい、うん、それじゃあ寝るよ。扇風機もつけて、よいしょよいしょ。じゃあおやすみなさーい。あれ、電源のボタンどこが、よいしょ。
しょう。てかこの服装ってもうもはやもう小夏の運動会じゃんね。おやすみ。おはようございます。全然目が浮かん。今7時13分です。日曜日になりました。おはようございます。ちょっと外すかな。虫がいっぱい出てきた。よし。起きてきた。痛いになりそう。よし。よし、起きました。とりあえず片付けて準備して換気をしようかな。もう今窓しか開いてないからドアを全開にして、よし片付けよう。こんな感じで前側は網戸にしておりました。人生のシェードのやつです。今から朝ごはんを食べようと思います。一応冷蔵庫を夜は使わないので、電源は切ってました。そしたらクーラーボックス的な感じになるらしいので、もう冷えとるかどうか。よいしょ。おー、冷えてるね。結構冷たいです。
ブルと。凍れる。それではいただきます。あ、体に染み渡る味です。一気に飲んだ、冷えとって美味しいわ、美味しい。朝眠い時になかなか料理ができないっていう時にこの組み合わせは最高です。すぐ美味しいからね。はい、ごちそうさまでした。体が潤いました。そうだ、車中泊をしてみて思ったこと、今日思ったこと、今日はなんだろう、場所のせいもあって結構山の中なんですけど、網戸にして、前こっち側は網戸にして結局反対側はそこを閉めて寝たんですけど、めちゃくちゃ寒くて、半袖半ズボンで寝たけんかもしれんけど、すごい寒かったです。足が冷蔵庫に入っとるんかぐらいの寒さだった。今もちょっと寒い、で、今回はこの車中泊マット、モンフォームさんのやつの車中泊マット使ったんですけど、もう車中泊史上最高に寝心地は一番でしたね。なんだろう、一回しか、寒くてかな、一回起きるだけで、あと全然ぐっすり寝てました。これが一番寝心地が良かった。で、そうだ、シェードはこの純正の、今日は網戸にしたくてこのシェードを使ったんですけど、これも結構隙間もなく、ね、できたので良かったです。その網戸より小さい虫は入ってきたんだけど、全然良かったです。あとはそのポータブル電源だったりとか、車中泊のこのそうした冷蔵庫があるおかげで、かなり快適な車中泊できたんじゃないかなと思います。これあったらね、結構遠出もできるんじゃないかな。とポータブル電源、そうまだね 15% 残ってるんですよ、電力が。全然朝まで持ちました。冷蔵庫切ってたし、携帯の充電とか扇風機のやつの充電とかしちょったんですけど、全然持ちました。いやー、結構車中泊グッズが充実してきたので、もうね、コロナとかが収まったら遠くでなんか旅行みたいな、この車でやりたいです。さてさて、片付けて帰りますかね。もう本当に今回は冷蔵庫があったおかげで、いろいろ食べ物とか飲み物が夏は結構快適に、なったんじゃないかなと思います。だって結構今冷えてるんだよ、この中。すごいね。普通にこれ家でサブで使えるんじゃない。
げてる。すごい。はい、ということで、2週にわたって車中泊の動画をお届けしたんですけど、そうだね、この1日というか、車中泊、今回の車中泊、一番快適に過ごせたんじゃないかなって思います。それはまあもうその、どんどん車中泊の便利グッズがどんどん自分の周り増やしていって、で、今回こういう形でやったのが、一番その、いい状態でできたっていう理由ですかね。便利グッズがあったけんっていうのが大きかったです、うん、すごい暑い、昨日暑かったんですけど、で夜も熱帯夜になるかなと思ったけど、まあ、森の中だけんそんなに暑くもならず快適にも過ごせて、網戸でも寝れて、で冷蔵庫もあって、でポータブル電源もあると本当に車中泊は便利なので、うん、そうだね。あとサーキュレーターとか、こういうちっちゃい小型の扇風機だとかあった方が、全然夏はねあった方がいいと思います。あとは、夜食べたニンニクがちょっとほんのり今も多分香ってるんじゃないかなって思うけど、もう私の鼻ももう麻痺してるんでわからんのだよね。明日会社に行ったら言われるかな。なのでちょっとね、こう換気をしてから帰ろうかなと思います。すごい匂いになってるんじゃないかな、うん、はい、ということで、ジムニーの車中泊、真夏の車中泊でしたけど、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あと、インスタグラム、ツイッター、ブログもやってますので、概要欄から飛べますので、ぜひぜひ見てください。あと、サブチャンネルのおやすみラジオと、この服とか、売ってるグッズとかも、概要欄からチェックしてください。それじゃあ、またねー。